U のスロードスターは消滅しかけていたライトウェイトスポーツカーというカテゴリーを20世紀末によみがえらせた車だ。軽量コンパクトなボディ、 1.6 リットル直列4気筒 VOHC エンジン、後輪駆動レイアウトといった要素を盛り込み、まさにライトウェイトオープンツーシーターの王道といえる車に仕上げられていた。日本でのデビューは1989年9月。当初搭載されたのは最高出力120馬力、最大トルク14キロを発生する 1.6 リットル B6ZE 型エンジンで、足回りは新開発の4輪 W4、 ブレーキには4輪ディスクが採用された。ロードスターの最大の魅力は何といってもそのドライブフィールにある。人馬一体とはまさにこのことと言うべき爽快感あふれるもの。車を意のままに操る根源的な楽しみを味わう。その人気は瞬く間に広がり、一時は日本国内で半年以上のバックオーダーを抱えるほどだった。スペシャルパッケージとは、ベースグレードにパワーステアリングやパワーウィンドウをセットオプションとして装着した仕様のことである。1993年8月にはマイナーチェンジを実施、モアパワーの要求に排気量アップで応え、新エンジンは BPZE 型 1.8 リットル DOH、 パワーは最高出力130馬力、最大トルク16キロまで向上した。1995年8月には2度目のマイナーチェンジを行い、ファイナルのギア比やフライホイールを変更、1800シリーズ2へと進化を果たした。U のスロードスターは数多くの限定モデルを生み出して、1997年末までに53万1890台が作られたが、この数字は単一車種ツーシーターオープン生産の世界記録としてギネスブックにも登録されている。Thank you.